はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、皆さん、最強の防具、持ってますか？職業によっては、作りやすい最強防具もあるんだけども、作りにくいやつもありますよね。それが、これです。防具の、帽子ですね。これ、さすらいの帽子です。眉湯とか、あと踊り子なんかの最強装備はこれなんだけども、作りにくいのよ。なぜかって材料が全然ない。まず、黄金の飾りなんとかっていうのが必要ですよね。プラス、虹色のオーブ。で、難しいのが、幻獣の皮なんですよ。この幻獣の皮は、一つは、なんかのクエストをクリアするともらえたんだけども、それ以降がなかなか見つかりません。それもそうですよね。これの入手方法は、討伐依頼書。あの一つだけなんですよ。まあ、虹色のオーブも、黄金の飾りなんとかっていうアイテムも、すべて討伐依頼書なんだけども、この幻獣の皮がなかなかない。ないんですよ。いろんなね、攻略サイトで、掲示板があって、そこで調べてみるんだけども、この幻獣の皮は全くない。全くないんだよ。で、今日は、幻獣の皮が入手できる討伐依頼書、ゲットしました。ついに、今朝ゲットしましたね。なので、その依頼書を貼りたいと思います。依頼書はこれですね。パクレ警部の依頼書です。幻獣の皮2個ゲットできます。もともと1個は持ってると思うので、これをクリアすると3つ。まあ、一式揃うっていうことなので、めちゃくちゃおすすめです。欲しい方はぜひ登録してください。パクレ警部の依頼書、登録します。はい。これが今回のフレンドの呪文となってます。ちょっとアップにしときますので、まあ、後でね、これを、動画を止めて打ち込むなりやってください。やっぱりね、幻獣の皮探してる人多いと思うんですよ。俺もずっとね、ここに3日4日ぐらいかな。ずっと探してたんですよ。な、ようやくゲットできたので、はい。これは皆さんに見せておきたいというところです。はい。ということで今日は最強防具の素材、絶対必要になるこれですね。幻獣の皮の依頼書をゲットしましたので報告でした。ぜひともね、これゲットして最強の防具、眉湯につけてあげてください。俺も今日の、夜の8時ぐらいにね、今のやつが帰ってくるので、そこからこれをゲットしようと思います。明日の朝にはもう出来上がってるかな。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。